ブレーマーフェルデは、ドイツ連邦共和国ニーダー作戦州のローテンブルク、軍に属す市である。道軍北部に位置し、州内では保養地として知られる。ブレーマーフェルデは、ブレーメン、ブレーマーハーフェン、ハンブルクの都市トライアングル内のエルベベーザー、デルタ中央、オステ川沿いに位置する。市域内の最高地点は、39メートルのエルマーベルクである。 ブレーマーフェルデ市には、旧市域の他に、ベーフェルン、エルム、ヘーゼドルフ、ヘーナウイコールリンド、ニーダー・オホテンハウゼン、イゼラースハイム、メイエードルフ、ミンシュテット、オステンドルフ、プレニエスハウゼン、シュプレッケンスといった集落が含まれる。マテウス・メリアン作の1653年の、ブレーマーフェルデ12世紀初め、ザクセンコー、ロタールフォン・ズップリンゲンブルクは、 オステ川を渡る戦略上重要なと承知に城塞を建設しカストラムボードと名付けた。フェルデ城はその規模とエルベ川とベーザー川とを結ぶ地理的重要性からその後何世紀もの間幾度も激しい戦闘の場となった。下で白の医療をめぐる戦いでこの城塞は1144年に ハインリッヒ志向とその息子が獲得したのだが、1219年には、ブレーメン大司教の所有となった。フェルデ城は、この政界領主の所領の真ん中に位置したことから、すぐに、ブレーメン大司教領の主城となり、中世後期には、ブレーマーフェルデ大官所あるいは、地方行政府のみならず、大司教領全体の行政中心となった。多くのブレーメン大司教が大司教領の続界。 政界代表者として、ブレーマーフェルデで執務した。大司教は旅重なる、資産次官や商人らとの圧力からブレーメンには、滅多に滞在しなかったのである。1657年のデンマーク軍による、包囲戦30年戦争の進行に伴って、1627年や1646年には、皇帝軍、デンマーク軍、スウェーデン軍が何度も宿泳した。 これにより都市は大部分が破壊され、新たに創設されたブレーメンフェルデン高領の首都はスウェーデンによってシュターデに移された。さらにリボニア戦争の際、1657年にこの都市は包囲戦にさらされた。1682年にフェルデ城は最終的に放棄され、建物は取り壊された。ただ1608年頃に建造された。 ブレーメンフェルデン大司教の執務官だけは現在、アルテ・クライス・ハウスとして保存されている。解体された建物は、シュターでのスウェーデン倉庫の建設資材として利用された。スコーネ戦争では1675年から1676年に、スウェーデンのブレーメンフェルデン出兵は新生ローマ、帝国諸公軍とデンマーク軍によって敗退させられた。この町は敵軍によって征服され、 1679年の終戦までその状態にあった。1679年のサンジェルマン条約により、ブレーマーフェルデは、再び、スウェーデン領となった。19世紀から20世紀初め、ブレーマーフェルデ公は、オステ川高校の終点であり、トイフェルスモアからのデータンや、干木の積み替え地となっていた。20世紀の陸上交通の発展によって、こうした水運は、 その意義をほぼ完全に喪失した。1977年に、ブレーマーフェルデ軍が廃止されるまで、この町は、同軍の軍庁所在地であった。ブレーマーフェルデの市議会は33議席からなる。ブレーマーフェルデ市長は、デトレフ・フィッシャーである。赤字に、交流をまとった聖リボリウスの銀の肖像。右手に、銀の鍵、左手に開いた本を持っている。 旧軍役場復元された、石器時代の村この町に現存する最古の建物で、ある旧軍役場には、バッハマン博物館がある。旧フェルデ城跡地に、軍役場が新設された後、はじめ軍立博物館となり、1909年。現在の博物館はこの地方の地学、考古学、歴史を主に展示している。この他にテーマを決めての入れ替え展示や、ガイドツアー、 連続講演会が開催されている。博物館から徒歩数分の湖の堤防沿いに石器時代中期の集落が復元されている。ホアベルク通りには旧西プロイセンのシュトゥーム軍博物館がある。この街のスポーツでは TSV ブレーマーフェルでのハンドボール部門が全国的に知られている。2008、9年シーズンにはブンデスリーが2部でプレーする男子チームは テテウスチューゲル通りの体育館をホームとしている。この体育館は、ブンデスリーガ2部のホーム中最小のものである。ブレーマーフェルデは、ドイツフェリー街道の起点、終点である。フェルダー湖は、人気の水浴地であるが、ボート遊びにも利用される。ブレーマーフェルデは、モアエクスプレスの停車駅である。モアエクスプレスは、ブレーメンからボルプスベーデやブレーマーフェルデを経て、シュターデに至る。 歴史的な鉄道路線である。また、夏の週末にだけ定期的に行われる自転車ツアーに参加することもできる。ブレーマーフェルデには様々な分野の中規模企業が約150社ある。最大の雇用主は、食肉加工、インスタント食品製造のゲチウィルバ、GMBH&CO、KG、病院用ベッドシステム製造のトーマス。 GMBH&CO、GM KG、印刷会社オースタ・ダラック、扉や窓の生産者 H バック GMBH である。ブレーマーフェルでは、鉄道ブレーマーハーフェンブレーマーフェルで、ハンブルクセント、ブレーメン、オスターホルツシャルムベック・ボルプスウェーでブレーマーフェルで、シュターデセントの交差ポイントである。校舎は、最近まで土曜日と日曜日に観光用の列車が運行されるだけであった。 この路線の定期旅客運行を復活させようという活動は観光連盟、環境連盟や沿線市町村が随分前から推進していた。2007年12月の時刻表改定以後、メトロノーム鉄道会社による定期運行が再開された。また、政府を経て、ローテンブルクに至る貨物路線が分岐している。ブレーマーフェルでは連邦道 B74 号線、 B71、B495 号線によって遠距離道路網と接続している。計画中のアウトバーン A22 号線はブレーマーフェルデの北西を通過する予定である。ブレーマーフェルデには以下の上級学校がある。成人教育機関としてはエルベベザーアカデミーが利用される。ありがとうございます。